朝倉海選手 VS 井上尚弥選手ですね。ああなるほど。いやこれはね僕本当に見たいですね。確かに身体能力の半端さがお互い、はい、半端さってどういう意味ですか。あの身体能力のすごさが半端ない。なるほど。2人が身体能力の半端さって悪口ですからね。違う身体能力が半端ないですからね。身体能力が半端ない2人が、はい、カイ君に持ってて、はい、直樹君にないものもあるし、直樹君に持っててカイ君にないものがたくさんある、お互いあるないものがたくさんあるカードなんですよこれ。そうなんですね、はい、それぞれのいいとこあれがお互い、まあ、逆ですね。逆なんすね、はい、まあ本当皆さん知ってる通り朝倉海選手はどちらかというとインファイターですね。はいはいはい。ガンガン打撃で攻めるタイプ、はいはいはい。で対する井上尚弥選手は遠くで距離を取って当てていくっていう、あ、どちらかというとカウンターですね。待ちで、まあ仕掛けることもできるんですけど待ちで。なるほど。で寝技も得意と。で海軍の場合は寝技で決めるっていうよりかは、まあ、寝技をしのぐっていう、おー、なるほど、っていうのは得意ですね。はい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 、はい。だからもう力対技みたいな、まあもちろんお互い技術あるんですけど、はいはい、まあ例えるならはい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 、っていう試合なんですけど、これは面白そうですね。これはね、だからどっちも勝つ要素を持っているから見たいなって思うんですね。なるほど。これもう天智くんも勝敗の予想がつかない、はい、つかないですね。なるほど。ね、一発ほんと強いの当たればね、カイ君が KO すると思うし、はい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 、逆にね、直樹くんも一発当たれば KO できるの持ってるし、だからほんとピリ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 しながら見る試合なのかなって俺は思うんす。なるほど。ぜひ。夏か天心ですらちょっとこう、はい、ピリピリドキドキ、ね、ちょっと見たいなって思うんすね。うわ一発やからこれは、まあ、これがね大晦日のライジンで、はい、もしかしたら実現するカードなのかなと。俺は可能性としては一番高いじゃないの、はい、思いますね。おお思います。すごい、はい、一発目からすごいですね。はい、we'll be right back.